では今回の希望金額と出資形態を教えてくださいはい、えー、希望金額800万円です、えー、投資形態は投資でお願いいたしますタイガーファンディング新しい未来をつかみ取れではどうぞ失礼します 今宵も一人の志願者が己の野望を胸に虎へと挑むではまずご経歴をどうぞはい二25歳神奈川県から参りました最終学歴は中卒となります現在の職業は株式会社一社を経営しておりますでは今回の希望金額と出資形態を教えてくださいはい、えー、希望金額800万円です、えー、投資形態は投資でお願いいたしますあなたが思い描く未来の姿は 日本にはない常識で勝負しないニューカンパニー日本一の営業会社にしたいではオール・ワ・ナッシング新しい未来をつかみ取れキャッチ・ザ・ファンドそれではレンさんの、えー、詳しいご経歴を教えてくださいはい、えー、私はえっ、ー、と生まれた時から、えー、3歳の頃にですねあの両親が片親で離婚をしましてでその後えっ、ー、とそのままえっ、ー、と生まれながら先天症の ADHD という病気でえっ、ー、とずっとえっ、ー、と小学校 を、えっと、通っておりましたで中学生の頃にちょっとですねあの飛行に走ってしまいまして、えー、そこから、えー、と高校も通うんですけども、えー、と1週間で辞めてしまってでそのまま、えー、と少年院の方に、えー、入ったことがありますその後も、えー、職も全く続くこともないまま飛び、えー、をやったりとかキャバクラの防衛をしたりとかいろんな経歴として積み重ねてはきたんですが、えー、そのまままた少年院に入るきっかけになってしまって、えー、その後これもうちゃ駄目だなと思い、えー、とお父さんの方に、まあ、あの義理の父親なんですけども。 の時に、えっと、人生変えてみないかということであのお金を1万円だけ貸してくれてそのまま東京に出て今になりますでもういろんな職を東京に来てからも転々はしたんですが最初、えっと、家も決めずに東京に来た時にあの思いつきであの東京の日野自動車というところに入らせていただいてでそのまま、えっと、営業の世界に2年後入らせていただいて今株式会社を経営させていただいております、えっと、事業プランを 簡単に説明ししてください、はいはかりました、えっと、私、今、マーケティングの会社を、えっと、運営させていただいておりまして、えっと、俗に言う訪問販売で、光回線であったりとか、太陽光であったりとか、という組織を運営しながら、えっと、会社を経営しております。今、えっと、代理店の方で活動させていただいておりまして、えっと、今、えっと、ありがたいことに成績は代理店で1位を取らせていただいておりまして、活動させていただいているんですけども、まあ、ただ、えっと、やはり、えっと、光回線の業者もそうなんですけども、入金サイクルがすごく遅いことが今、懸念点でして、 今現状、上位点の方から入金額を早めに上げる代わりに手数料を20%ほど下げていただいて今、いただいているんですけどもその中でさらに活躍というか結果を出すために今回、私自身が事業を新しくするということに関しての趣旨ではないんですけども今やっていることに対して虎の皆様に価値を感じていただきたいなと思ってこの事業のプランでお話しさせていただいております。 最初に経歴の時に、はい、株式会社モノリスジャパン代表岩井義明市教育業界の広報戦略ノウハウを武器に制作会社を立ち上げついにはタイガーファンディング主催として還暦 YouTuber デビュー応援団長に由来する闘魂と懸賞演ネタにかける情熱の右に出るものはない今宵令和の虎が新しい未来に熱きエールを切る最初に経歴の時にはい ADHD っていう言葉が出たんですけども、はいえー、これちょっとどうういうことだったんですかえっと、うん、まあ、えっと、私先天性でずっと ADHD で生まれてきてましてで実はあの生まれた時からあの,あのなんていうんですかね、まあ 母親があの私を病院におかしいなと思って連れて行ったみたいで3歳の頃に一度病院に行ってあの私あのまあ特別支援学校とか入ってないんですけどお友達と仲良くすることがあまりできなくてですね最初でいきなり学校であの消防車のボタンとかあると思うんですけどいきなり私を押しちゃったりとか あの救急車流れてるそこにっっちゃたたりとかしてたんですよ、うん、それがおかしいぞということで診断をすると先天性の ADHD ということで、まあ、ずっとあのそのまま今も、まあ、今は少し収まってはいるんですけど ADHD が入ってるで今25歳でしょ、はい、そのちっちゃい頃に「ごめんなさい ADHD」っていう言葉がもうあったんですかねありましたねありましたありましたで自分の自覚よりは親がそれを見てそうですこの子ちょっと変だなと思って病院連れてったらそうなったそうですでそれはお母様から言われましたか言われましたね、はい、あんたこうなんだよって、まあ 言われました、えっと、なので、私がこう言われたことに関してすぐ怒ってしまったりとか、はい、小さい頃からあったので,、はい、で、いろんな人と共存することができないって言われてたんですよ、私は、うんで。何も自信が持てない時期があったんですけど、うん、当初、小さい頃に。うん、まに。ただ、あのーまあ、母親もなんかいいか悪いかっていうところを、丸か罰かっていうぐらいな教育の仕方です、最初。それで、あのー、認識はしましたね。まあ、ただあの、なんていうんですか、今、時代が変わってきて、例えば、孫さんであったりとか、あのなたる経営者の方が ADHD だっていうことが出てきて、 なぜかわからないですけど最近の人たちがなんか僕 ADHD なんですよねとかっていうぐらい簡単な雰囲気になってきてるんですけどただ私はずっと生まれた頃から ADHD でずっとこうちょっと苦しんで過去もあったので、うん、まあ,あまり言うのどうかなと思ったんですけどまあただそれが私だなっていうのもあるのでぜひ聞いていただきたいなと思って話させてもらいました今何かで自覚ってありますかあやっぱ俺こうううだなみたいな、はいういう時たまありまますすすど時ず掃除がでででき、えー、無理ですねいやきっ だいやで奥さんに全部ベッドもらってますあ奥さんいるんだ、はい、子供もいるので私 1>,、はあはい、1歳と3歳の娘もいるんでじゃあいいよねまあそうですけどね <laughs> できない、ね、他にはそうですねえっとこれ社長としてすごくだめ、えっと、なとこかもしれないんですけど私タスクを片付けることはすごく苦手で一日上にタスクを作った時にそれを順番に背負ってやっていくっていうところがすごく苦手なんですよ できないところはすごくたくさん、ここが強いなって思ってるんですけど、まあ、ただそこはえっと例えば、周りの方、まあ、優秀な社員にも囲まれているので、無理やり机のところに、社長、社長、社長っていつも言ってくれるありがたい社員がいるので、そこがでも結構、やっぱ欠点だなって思いますこういう人って逆にね、すごい人より秀でてるところがよくあるって言われるじゃないですか、はい、あえて言ってください、何が引い出てますか私はリスクを恐れないところですね。 はい、どんなことでも挑戦しようと思ってます今もずっとはい開始早々自らの病気について語る志願者赤裸々に思いを伝える序盤戦開始早々タイガーファンディングの空気が変わる果たしてどう展開するこれ売上って今どれぐらいあるんですか今はえっと付けでいくとえっと700万800万ほどですねです利益に関してはそこからなので、まあ30 賃金費は30ぐらいなので大体いい400万ぐらいに収まってます今は今回だって800円じゃない八百万円欲しいわけじゃないですかはいそれだけ利益出てたら2か月で得られますよねあそうですねこれももちろん言われると思ってあのお話をしてきたんですけども実際に今、えっと、新しく、まあ、ここには書いていないプロジェクトとしてインターン組織の営業集団を作ろうとも今思ってはいるんですよでその中で、えっと、今業務委託の方であったりとかもちろん弊社はあの雇用の,お客あの方がたくさんいるんですけども している時にやはり、えっとまあ、普通の営業会社だと、部合っていうのを3か月に一度にまとめたりとか月に1回ってなかなか上げないんですね、なんでかっていうと、お金のスパンが3か月後だったりするので、なのでやってるんですけど、まあ、えっと私が経営させてもらってる会社では、やはりすぐ従業員のためにもこうでやりたいなってことがあったので、結構、従業員がすごく優秀になってきてるのもあるので、ちょっと見通しがつかないところもあるので、えっと、今回のお話させていただこうかなと思ってました。2ヶ月3ヶ月待てば 800万ぐらい用意できるわけですよ。そうですね。はい、その3ヶ月頃後からそのインターンのっていうのを始めれば、はい、十分間に合うんじゃないかなって気するんですけど。あ、その通りだと思います。それは待てない。はい、えっとそうですね。待てないというよりかは、私が今えっともう一個貸していただいているえっとソリューションマーケティングっていうその SNS を使った求人媒体もそうなんですけども、実際にはあの今やっていることっていうのはもっと加速したいなっていうのは正直私の傲慢がありまして。 確かに3か月間を準備すれば800万円で用意できるよねってお話はあると思うんですけど今やってることっていうのが何ていうんですかね今私たち昇格っていうのがありまして営業の世界ってずっとプレイヤーになるのが通常のものだと思うんですけども私が今作らせていただいた会社は昇進をしていくと引退をする仕組みにしてるんですねそうですもうずっとプレイヤーをやるって言ってしまうと訪問販売も特にそうなんですけど従業員のマインドが持たないのでそこをやらせてもらってるっていう状態で今の状態で3か月って こうにしてしまうともしかしたら引退をするものが出てしまったりとかっていろんなリスクがちょっと考えられる部分があったのでできることなら今のうちにあのもう拡大をすごく早くしたいなっていうところは正直思っていところがあります今回の資金が運転資金っていうことですよねそうですね<要>はい運転資金になると思いますっていう意味だと思うんです、ねはい、えとそうするとこれあえて融資じゃなくて投資にしたって何か理由あるんですか投資の方がいっぱいいたしますよねそう,すそうですよね僕も考えたんですよで、本当にその私も一応曲がりながらに会社をやらせていただいている身なので融資ってなると すみません、勝手なイメージなんですけど、私だけがすごくメリットを取っているような感じがすごくしてしまって、どうせなら投資ってしていただいて、私もまあもちろんお金を出してくださる社長様方たちもリスクは恐れながらやってるっていうのはもちろんあると思うので、そこはやっぱり私も同じ通りにやっぱりお返しをしなきゃいけないなっていうところが一番強い思いではあります。なので投資にしましたもう普通にあの金融機関からの借り入れとか、ありますえっと今の金融機関の借り入れはえっと200万円ほど。 運転資金ってことですね、はいうん。えっと、これ、今回の出資希望金額800万が。もしナッシングだった場合は、はい、えっと、なんか状況が変わったりするんですか。 えっとそうですね、もし800万円の、えっと、ものがなければ、まあ、会社の拡大もそうですし、まあ、そのできる、えっとまあ、人員の増加もそうですし、そこら辺がこがまずはできなくなるかなというところは正直思っています、まあ、ただあの、それで会社が潰れるようなことがあったりとかっていうのはもちろんないんですけども、まあ、何かあれば私が現場に出て回ったらいいだけなので、まあ、ただ、別に800万円がもしないって言われると、まあ、正直ないとは困るんですけど、はい、<laughs> もちろんめちゃくちゃ困るんですけど、まあ、 そうですね。まあ結構あのー、遅れてしまうかなと思います。いろいろやろうとしていることは。まあ結果的にこれインセンティブの制度が変わるとかそういうのは起きないってことですか、ね。起きます。起き起きようと起きるんですか。起きます,す、ね。今現状のを変えようと変えること。 をせざるを得ないってことですかそうですね、まあ、せざるを得ないってもそうですし、まあ、従業員たちの努力とか力量とか、私が今やってるのが常識で勝負しないという理念を抱えている以上は、やはりこう普通ではないようなこと、をどんどん挑戦していきたいなとは思ってはいるので、まあ、その中でやはり資金が必要となるとはすると、今のうちにできることはたくさんしておきたいなっていうのは、正直思ってるので、まあ、この800万円がないとできないかなと思ってます、今、やろうとしていることは。今何年目ですか 生まれ育った町池袋で飲食事業を展開ここでタンポポを意味する社名に込めるのは丈夫な根を持ちアスパルトに花を咲かせるほどの生命力飲食業界の雰囲気が未来へる綿毛を世に送る新たな風を吹き込む今何年目ですか今は2年目です今従業員さん30人あ30あっ原作に行くと今の会社は今まだ1年経ってないです今6 7月が1年目なのではい8か月今10か月ぐらいですね やってて従業員は今32名います毎月何,何人ぐらい増えてってるイメージですか今は,今は毎月は2人ほど2人2名ですかね増えてってインスタグラム経由で採用も成功させているので媒体も契約は全くしておらずインスタからすべてオフが来るような仕組みに作って作ってます今は自社でってことですか自社運営です今日はえっ、ー、と「事業を増やしますインセンティブを当月 払いますそれはキャッシュフローを良くするための800万っていう認識そうです、えっと、一応分かりやすくしていただくと今上位店の方が、えっと、本来であれば1件に対して6万円という上がりが出るんですねコミッションがただ光回線っていうのもそうなんですけども一度開通をしてからよよくよく待つなんですよ入金がでそれをちょっと私たちもやっぱり会社仕立ての頃もあるのでちょっと厳しいっていうことで上位店にお願いをしてあの先に そう入金、開通する前に入金をしてもらってる仕組みにしてるんですよ。で、冷入もあるってこと例入もあります。ただ、例入に関しては、引かれない商材を選んでるので、ああ、冷入がない商材なんですかないです、はい。なんですけどもで、実際にそれをやらせてもらってはいるんですけど、その分、手数料が、えっとまあ、金額でいくと,、えっと、実際には6万円のはずが4万5千円なんですよ、うち、引かれてしまってて、早くもらうから引かれてるてそうです、<ー>その代わり引いてあげるよって、まあ、もちろん、まあ、例にはかなっていると思うので。じゃあ普通の、あのー サイトに戻して3か月のサイトに戻したらあの6万円もらえるからそっちに戻してインセンティブをでもインセンティブだと別に支払っていきたい,いう,そ,うですそのキャッシュフローにしたいから800万が必要ですそうそうこうそ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 う さらなる白熱を見せる。何か大きな組織の真似をしてるようにしか見えないですよね。なるほど、うん。だからすごく独特な。なんか新しい自分だけの発想の会社には見えないですよ。僕今のところね。